はいどうも、こちらくらいです。プロスペースやっていきましょう。というわけで、今回はめちゃめちゃ激アツな更新がやってきました。こちらでございます。はい、というわけで、本日はですね、S ランク TS 第3弾やってきました。まあ、昨日の動画の最後でですね、明日おそらく TS 来るんじゃないかな、なんていうお話もしていたんですが、今回の TS 第3弾は、個人的に今回のタイムスリップ第3弾は、このタイムスリップシリーズの中でも、過去1豪華なんじゃないかなっていうふうに思っております。はい。まあそんなね、過去1号からと言えるような第3弾のラインナップを見る前にですね、ちょっといろいろお知らせを見ていきたいんですけれども、今回ネットスタジアムが来ましたねと。ランキング名とはネットスタジアムだったんですが、まあネットスタジアムということは、S ランク TS 第3弾契約書が累計でも獲得できるという素晴らしいイベントでございます。で、アップデートですね、今日先に来ておりますので、そちらもお話ししていきたいと思います。バットの可動域の調整とか、ボール球打った時の打球速度とか、まあいろいろこの辺素晴らしいアップデートが入りました。ここに関しても、まあ、リアタイをね、やってる方だと特にわかると思うんですけど、ボールゾーンのね、球をかなり持ってかれたりするので、まあ、それに関しては、ね、非常にいい対応になったんじゃないかなというふうに思います。あとはこれですね、選手量が200人に増加されましたと。これもうちょっと早く来てくれよというふうに個人的に思うんですけど、うん、まあここで来ましたよということで、まあありがたく、使わせていただこうと思います。はい。まあちょっと後々また絶対ね、枠が足りなくなってくるので非常にありがたいと思います。で、いろいろあとフォトスキャン追加となっておりまして、あとはですね、ここに書いてないのかな?ちょっとさっきのね、なんだ、メンテナンス中かな?に追加されたのがちょっとわかんないんですけど、これかな?こっちだな。これですね、はい。アイテム一覧に S ランク契約書の補助券が追加されますと。これなんぞやっていう。まあちょっとこれに関しては、明日追加になるみたいなので、で、イベントに関しても多分今のイベントであんまり絡まなそうなので、まあ、ちょっと明日追加が来たら、いろいろお話ししていこうかなというふうに思うんですけど、うん、まあちょっとこの辺はよくわからないなっていう、またこれが楽しみだなっていうようなアイテムが来ましたという感じでございました。まずそこを最初に触れておきたいなと思ったので、今回動画の頭で触れさせていただきました。じゃあ TS 第3弾見ていきましょう。ソフトバンク杉内選手ですね。はい。去年もね、出ていたかなというふうに思うんですけれども、83、76、80というところで、去年は確かスタミナがね、A には乗ってなかったと思うんですよね。うん、まあちょっと去年の比較とかはね、またラインナップ分析別で動画撮ろうかなと思うんですけど、ちょっとここだけ、まず、見たいと思います。個人的に去年当たってるんですけど、そうですね、やっぱりスタミナが上がってるかなと思います。はい。で、まあ球種とかの部分に関しても、多分さっきザザッと見た感じはそんなには変わってなかったと思います。はい。まあチェンジアップじゃないんだっていうところなんですけど、この年のものはドロップカーブとサークルチェンジという扱いになっているみたいです。はい。で、特殊能力も多分変わってますね。楽天キラーっていうのが追加されてました。はい。で、続いて松坂選手ですね。はい。今年中日で復活を遂げた松坂選手ですが、ファン投票もですね、オールスターのファン投票でも1位を獲得しまして、まあ、オールスターの出場も決定したわけで、まあセレクションとかでもね、登場の可能性あるかなとも思うんですけれども、まあそもそもステータスですね。まずステータスの部分から見ていっても、9位スタミナの84、84の AA の同値、ここがまず素晴らしい。まあ去年のもの、一昨年のものもね、9位スタミナの同値で確か出てきたと思うんですけど、松坂選手に関しては5段でね、ずっと来てたので、なかなかちょっとそのシリーズ1の中での目玉っていう部分にはなかなかならなかったんですよね。うん、ただでもこの能力ですよ。うん、ここに関しては個人的にもまだ日ハムの大谷選手を使ってまして、そこの枠に入ってくる可能性が非常にあるなっていう、投手部分で変えられるかなと思ってる部分でございます。はい。まあ、素晴らしい能力でございます。あとは特殊能力ジャイロボール、ここがすごい気になるところなんですけど、球種がストレートツーシームの時に本来の球速より速く見えるようになると。なるほど、これリアタイでめちゃめちゃ強いのかなと思います。うん、自動試合とかリーグ戦とかでそんなに威力発揮するか分かんないですけど、これちょっと使ってみたいなと思います。はい。で、続いて楽天マギー選手ですね。ここに関しても現役でね、巨人でもちろん活躍をしておりますし、まあ、A ランクとか S ランクとかもたくさん出てますので、非常に当てた時に限界突破もしやすいと思います。個人的にもマギー選手は A ランク大量に持ってるので、まあ、ぜひ引き当てたいところでございます。まあ、称号でパワー A が狙えるという感じでございます。あとはミートパワーの同値も狙えるので非常に使い勝手いいと思います。まあ、サードファーストができて、超パワー比素晴らしいですね。はい。続いて、オリックス阿波野選手ですね。ここも去年出てましたが77、70、86という素晴らしい能力でございます。まあ、9A も狙える素晴らしい数値でございますね。はい。まあ、球種に関しても、うん、B 球種が2つ素晴らしいと思います。で、タイピンツ20丸持ちというところで、まあ、この阿波野選手に関してもね、19勝の年なんで、やっぱり素晴らしい能力になっております。はい。続いて、日ハム、糸井選手ですね。はい。今現状は、阪神で活躍をしておりますが、この糸井選手がミート総力の同値で出てきたのは非常にありがたいですね。うん、今の阪神糸井選手に関しては総力型になってしまっているわけなんですが、まあ、ミート総力の同値というところで、日ハム枠の1つ選択肢、に糸井選手これでなるんじゃないかなというふうに思います。しかも特納超広角というね、
素晴らしい力を持っております。個人的にもこの糸井選手ぜひ引き当てたいところでございます。もうなんとか2チャンマークはここでね、糸井選手確保したいなと個人的には思ってます。はい。で、続いてロッテ清水選手でございます。はい。ここはスタミナ型ですね。球威74、制球75、スタミナ82という能力でございます。まあロッテ枠で考えていた時にピッチャーで涌井選手とかまあいますけれども、その中に、まあ、一つ選択肢に入ってくるんじゃないかなというふうに思います。まあ個人的にね、一昔前のロッテのエースといえばもうこの清水選手しかいないので、まあロッテの選手の中で考えていても目玉選手になるんじゃないかなというふうに思います。はい。で、続いて広島辰川選手ですね。ここに関しても去年出てました。はい。保守 B で68、69、53という能力でございます。うん。ここに関しても去年当たってるよって方もいると思うので、うん、当たったら使い勝手がいいんじゃないかなというふうに思います。保守20万持ちですね。はい。しかもまあパワー型のキャッチャーもなかなかいないですし、ミートパワーの同値にできる可能性も非常に高いのでいいかなと思います。で、続いて阪神藤川選手ですね。今年かなりまたねギアを上げてというか、まっすぐとかもすごいいいなというふうに思っているんですけれども、この藤川選手が89ですね。まあ、球威Sも見えるような能力で今年も出てきましたよと。はい、素晴らしいですね。まあ、ちょっと球種が少ないんですけれども、まあ、そこはまあ、しょうがないかなというところでございます。で、続いて DeNA 内川選手でございます。ここも現役選手が来たと。現役選手今回めちゃめちゃ多いですね。内川選手に関しても去年からね、去年一昨年か出ているので3年連続という形になります。超アベレージヒッター持ちと、なかなか珍しくなってしまった超アベレージヒッターでこの能力さすがですね。はい、個人的にも狙っていきます。当然狙っていきます。で、続いて巨人吉村選手ですね。はい。吉村選手に関してはあんまり出てるイメージがないですが、多分初登場かな。で、今年これライトで出てきたので高橋選手が出ないんじゃないかなって、吉野部監督が出ないんじゃないかなっていうような気がしてます。はい。うん。82、78、69という、まあ、これもね素晴らしい能力でございます。まあ純正以外の方でも全然使い道があるんじゃないかな。特能に関しても超広角パワーヒーハイボールヒッターって素晴らしい能力を持っております。うん。で、続いて中日荒木選手ですね。守備適性なんで A じゃないんだろう。まあ総力型なのは納得なんですけれども、まあミート A は残念ながら乗りそうにないというところですね。ただでも荒木選手に関しても今後また現役で出る可能性も当然ありますので、今まだ多分出てないと思うんですけど、そこに関しても限界突破もしやすいかなと思います。まあすでに A ランクとかを貯めてるよって方もいると思うんですが、うん、その点では非常にいいのかなと思います。で、最後ヤクルト池山選手でございました。はい。ショートが守備 B ながら弾道アーティスト、ミート75、パワー80、走力73という能力でございます。まあショートでパワーヒーっていうところで言うと松井和夫選手がいるんですけれども、ショートのアーティストっていうところはね本当になかなかレアなので、まあ、この池山選手も非常に魅力的かなというふうに思います。しかも特殊能力超アーティストっていうのもね今数少ないですし、まあ、ヤクルト枠で考えていってもパワー型の選手で言うと、まあ、バレンティン選手がパワー A に乗ってますが、まあ、それ以外だとなかなか、まあ、山田選手ぐらいかなになると思いますので、まあ、その中での池山選手っていうのは非常に選択肢としてありなのかなというふうに思いました。はい。ということで、まあ、12名の選手見ていったわけなんですけども、今回本当に何よりとりあえず現役が多いです。うん。杉内選手、松坂選手、マギー選手、糸井選手、藤川選手、内川選手というところかな。あと荒木選手かという感じになるので、まあ、やっぱり限界突破しやすい選手が非常に多いのかなという段だと思います。なので、まあ、個人的にも継承したい選手もたくさんいますので、まあ、今回はねこの30連の方でまずはいい選手を1人ね、欲しいなというふうに思います。まあ個人的に一番狙いは、まあ、内川選手、糸井選手、松坂選手、杉内選手、マギー選手、まあ、このラインナップの中だったら、まあ、とりあえずまずは当然内川選手ですね。その次は糸井選手かな、優先順位としては。うん、と思います。はい。で、S ランクが出た場合は 50% が TS ですね。 A ランクは 30% で、ネットスタジアムなので、まあ、A ランクでもいいから大量に回収してパーセンテージ上げておきたいというところでございます。じゃあ行きましょう。10連目でございます。いや緊張するな。行きましょう。まあ確定以外でぜひ S ランク1枚は欲しいかな。 TS のこの30連の中で1枚お願いします。確定以外で欲しい、頼む。10連目はインスなし。さあどうなるでしょうか。お、 A ランク梶谷選手。まあ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 、ボーナス考えたらね、 A ランク確定以外で出るだけでも全然ありがたい。松坂選手の B ランク、かっこいいな。めっちゃかっこいい松坂選手。陽大館選手、 TS3 回チャンスありましたけど1回も出なかったと。まあなかなか 30% 引けないですね。20連目いきましょう。松坂選手に関しては A ランク本当に欲しいですね。うん。まあ一応新戦力の A ランクで出てましたけど、あそこで僕は大和選手取ってるので、どうしてもちょっとね松坂選手の A ランクは集められなかったと
というところでございますが、このガチャの部分で松坂選手欲しいな、A ランクお願いします。でもまあ逆に今回内川選手と伊藤選手とかに関しても A ランクなんだろう、まあ限界突破現役のもので当然ながらできますし、継承で終わるので松坂選手に A ランク契約書は使えるといえば使える。ドリスまあまあいいか、ドリス限界突破現場で称号用ですね、ドリスは称号をつけます。はい、ありがとうございます。 OK ということで、まあ20連目まではねなかなか渋い結果でございましたが、最後いきましょう。30連目でございます。 S ランク TS 第3弾1人確定。いやー頼む、ぜひちょっとこの上げた選手の中から1名出てほしいなと思います。いきましょう。まあ確率としては結構高いと思うんでね、狙いの選手は。いきましょう。最後のチャンス、さあ最後の確定分でございます。頼む、2枚来てくれ、確定以外で、確定以外でもう1枚頼む。TS の A ランクをまだ引けてないですからね。さあさあさあ、ということで確定分伸びましたね。いきましょう、確定分頼む、狙いの選手行きたい、お願いします。さあ誰が出るか、ほい、おー荒木選手でしたね。はい、まあ現役の選手っていうところは引けたんですけれども、狙いに上げてたラインナップの中ではなかったという感じでございましたから、いやーでもこれは A にしてほしいな、セカンド守備、セカンド守備ぜひ A にしてほしいです。ということでまあまたね来年以降も荒木選手は当然出ると思うんですが、まあ、いつかまた守備 A で、てか荒木選手と井端選手がこれでまあ一応組める形に、まあ、去年のものと合わせればなったわけなんですが、井端選手はでもさすがに出ないかな。アライバーちょっとぜひねやってみたい、守備 AA のアライバーをねぜひやってみたいなというところでございました。はい、ということでまあとりあえず今回は、まあ、荒木選手が1枚だけという結果だったんですが、まああとはイベントでなんとかしましょう。はい、ここにS ランクの TS 契約書ですね、第3弾があるわけなので、まあ、また狙いの選手を、ね、引けるように頑張って走っていきたいと思います。で、ランキングが今回どんな感じになるのかな、もうやってる方早いですね。ランキングイベントが、ランキング報酬こんな感じですと、まあ、TS 契約書に関しては自チームの部分でしかもらえないと、ただでも他で、S ランク自チーム契約書がランキング上位だともらえるよと。まあ S ランク自チーム契約書も欲しいですけど、どっちかっていうと今回本当に TS の選手で欲しい選手がたくさんいるんですよね。だから難しいなっていう感じではあるんですけど、まあ最低でもそうですね、内川選手が引けなければ5000円は走らないといけないかなというところではございます。はい、ということでまあとりあえず今回は TS 第3弾のセレクションガチャ30連やっていったという動画でございましたが、まあなかなかね狙う選手まずは引けなかったので、まあ引き続きイベントの方とランキングの方と頑張ってやっていきたいと思います。いや糸井選手も欲しいんだよな、12球団を考えると、2チャーム枠ぜひちょっと変えたいですしね。まあ今回本当に豪華なんで、まあ、30連もしくはネットスタジアム走るよっていう方もたくさんいるんじゃないかなと思います。まあぜひぜひですね、まず皆さんの狙いをコメントで残していてほしいなというふうに思います。あとはガチャ引いたよって方はね、その結果等々もコメントで残していただければというふうに思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひともねこれからもプロスペースの動画楽しみだよ、考えてほしいよと思っていただけましたら、高評価チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。